はいはい、皆さんおはようございます。1月も真ん中に来ましたね。はい、今日もね、時刻は9時30分を回りましたが、嘘のような本当の話ということで、私はね、MC パーソナリティの土井秀人がお届けしていきましょうね。はい、寒いですね。1月2月とね、沖縄も寒いですが、皆さん健康に気をつけましょうね。はい、番組ね、いろいろ感想を聞かせてください。こんな話もよく期待してるよ、結構ですね。メールアドレスは797@fmgino1.com ね、FM ギノワンのホームページからね、もちろん見ることができます。サイマル放送といってね、スマホで聞く場合、アプリリスラジね、リスラジと毎週のレディをダウンロードしていただけたら、もちろんそのまま聞けます。ということで、1月15日の朝でございますが、寒い寒い、皆さんね、元気でいてくれることを祈って、9時、10時か、ね、までお届けしたいと思いますが、今日もね、ドクター水素ボトルのお話も出てくるかな。はい、北条雅代さんね、また来ていただいてます。おはようございます。おはようございます。はい、今日もね、素敵なゲストにもうずっといてくれるあのライジングファイターの庄司さんとね、はい、おはようございます。はい、おはようございます。はい、おはようございます。ギノワンの皆さん、おはようございます。庄司です、よろしくお願いしますね。はい、庄司さんも、また来ていただいてますが、今日はね、もう一方ゲストにね、お呼びしておりますのが、なんと、去年プレオープンして、今絶好調にね、バーを経営されております、2022、去年スタートしたからかな、ね、オーナーの与那嶺秀樹さんです。おはようございます。おはようございます。与那嶺さんというわけですから、お生まれは沖縄県那覇市です。那覇市で、ね、この、バー2022カラオケ&ミュージックとありますけどもね、那覇市東町の、5番の9、ね、こちらでねやってますから、皆さんちょっと探していきましょうね。ちょっと行ってみたいです ね、 ここも、ね、いいですね、はい、このカラオケ&ミュージック、はい、もう歌わせてくださいあのちなみに庄司さんお好きじゃん、お好きそうですね。はい、もう歌大好きなんで。どんな系を？あのグレイですそうなんですか。はい、僕実はあの20年間音楽業界にいて、グレイの子たちが函館からできて出てきた頃から知り合いです。はい、懐かしい。ちょっとね、さっき庄司さんが教えてくれたネタをね、はい、グレイさんとの、あのテルさんにお会いして、まあ、お食事する機会があって、僕はちょっと歌大好きで歌を始めるんだっていう、まあ、歌音楽活動を最近始めたんですよ。そしたら、僕がです。マジですか、はい、YouTube だけじゃなく、はい、さらに、はい、で、まあ、テルさんにその話をしたら、まあ、新しいこと挑戦するのに応援するよということで、楽曲を提供していただいて、それを今歌レコーディングを頑張ってます。そう、そう、作曲はあれですか、タクロウ君だったりとか。いや、まあ、テルさんが作詞作曲。おお、すごいですよね。あのこれやらせでもなんでもなくて、これ今初めて私の放送中に聞いたんですけど、まあ素晴らしいですね。はい。やっぱそういう出会いがあるね。え、これはいやいや、あの僕すっごく好きでね。はい、あのグレー、僕もなんかあの手紙さんが歌ったりするの好きなんですけど、このね、はいはい、戻しましょう、2022、あの与那嶺さん、あの2022に始めたからなんですか、ちなみに。そうですね、はい、ご退職をされて、2022年8月に陸上自衛隊を定年退官いたしまして、うんうん、11月の25日にプレーオープン、うん、12月の10日に、グランドオープンということで、はい、じゃあもう同僚自衛隊の方々とかが結構名刺来てくれるじゃないですか。そうですね、はい、あの軍歌とかじゃないですよね、結構大丈夫ですか、あの J-POP も大丈夫です。グレーも歌えそうですかね。じゃあ僕まず行って君がよ歌います。君がよですか、ね、君がよはあで言うのはあると思うんですけど、多分ね、いろいろ、最新のなんか僕らの時代って何ですか、ダムとかジョイサウンドとかそんな感じ のカラオケがバッと入りながら。そうですね、楽しそうですね。ジョイサウンド入ってます。あ、ジョイサウンドですか、はい、おお、素晴らしい。というわけでね、オーナーにバー2
2022と書きますね、お名前ゆできさん。今日はでも単純にうんそっかカラオケ、うん、いいなもあるんですけどね、はい、おちょっとなかなかおつらい高病気をご経験されていらしたのか今もなのか、あのきっかけがあってドクタースイスボトルに出会ってしまったんですって。はいそうですね、はい、どんなでした、戸原さんね、この番組も出ていただいた方から、うん、ちょっとあそれだったら来てみたらっていうことがあったわけですね。はい、うんうん、そうですね、その時のことをちょっとよろしければ、実はですね、パーキンソン病を9年前にパーキンソンの症状が出まして、はい、で約3それから3年間はパーキンソンという病気っていうのを知らずに過ごしてきたんですけども、ある日妻がですね、あなたアル中じゃないって言われまして、で手が震えるんですけど、あのパーキンソンって、うん、で周りも職場の周りもそう言い出して、うん、そんなの満期でそうなのかなって、3日1週間1ヶ月で我慢しても止まらないんで、ちょっと違うなって思った時にちょっと昇級階級が上がるんですけど自衛隊って、はい、でその内示が来まして、じゃ あの自衛隊って階級が一つある上がるごとに それにその階級に合わせた学校に行くんですけど、でそこに行ってそこの助教が気づいてですね、一度戻って調べた方がいいですねで戻されて、うんうんうん、で自衛隊の航空基地の那覇病院で審査をしましたところ、ここでは分かんないということで共同病院の紹介されて、そこで行きまして、パーキンソンって言われて何の病か分からなかったんで、うんうん、まあ一度家に帰って自分で検索して正直泣きました、うん、誰もいないところで、はい、ねやっぱり難病ですしね、うん、そうですね、うん、でも、周りの方々で上司同僚先輩同僚後輩等に恵まれて無事、2020年8月に定年退官いたしました。その思いも込めてお店のこの年号をちょっと そうですね、合わせたっていうのもあるんですかね、はいはい、なるほど。このバーはやっぱり理想がありましたか、いつかこういうお店をやってみたい。もともとバーを目指したんじゃなくてすっぽんの養殖をやってるんですけど、それをどう売るか将来考えたところ、店を出してっていうふうに考えまして、先に店舗が空いたら教えてくれねって知人同級生にお願いしていたところ、すぐに店舗が空いてしまって、家賃も安くてですね、先に抑えたんですよ。だけど肝心のスッポンが準備できてなくて、それまで何しようかで、まあバーでもやっときゃと思って。場所はどのあたりなんですか。那覇市東町、5-9新流ビル3階になります。スッポンの養殖が気になって仕方ないんですけど。そうですスタミナつきそうです。スタミナなんか勢力つきそうじゃないですか。スッポン、そうですね、まあ、沖縄はそんな食べる風習とかないんですけど、はい、買うようですか、スッポンを。買うっていうかペットじゃなくて食べるよう。食べるようです、はい、健康と美容にいいということで、はい、コラーゲンでということで一応思って始めたんですけども、うん、ああ、じゃあいつかそういうことも兼業というかね、はいはい、されるご予定ということなんですが、ちょっとね、与那嶺さん、せっかくと言ってはなんですけど、そのパーキンソン病で診断されても悔しくて泣けてきて、はい、うんって落ち込んだね時期も終わりだったと思うんですけど、はい、この先々月ぐらいとねお聞きしてますけど、はい、その水素ボトルをなんかあれですか、体験会みたいなので、体験会でちょっと吸って見たんですか、その場で。はい、その場で、うん、
吸いました、うんね、1時間ぐらいまず最初吸っていただいたんですよね、うんうんうん、やっぱそこに水素は何かいいっていうのはもうご自身で知ってられてたんですか。いや全然知らなくて、はい、あの知人から紹介されて、まあ、行ってみようかっていうことでやってみたら行ったら、うん、どうだったんですか。フレーが止まりましたね。でびっくりして逆に震えちゃいそうですけどね。こっちが震えちゃいます ね。でも本当に、ね、私喋ってて ね、あの与那宮さんが手を挙げられてね、この手の震えが止まったのは水素のおかげですかって聞かれたのがもう本当びっくりしましたけどね。薬が切れて震えが始まる時間にそれを吸って止まったっていうことは薬の力ではないっていうふうに感じましたね。なんでそんな奇跡みたいなことが起こるんですか。あの、まあ、パーキンソンは難病なんでね、そのまだこれから解明が進んでいくと思うんですが、はい、一つの説としてはその血管のある場所の血管がですね折れ曲がって血流が悪くなると起こりやすいんじゃないかっていうふうに言われてるんですね。脳のですか。はい、はい、なのでそれを前提として考えるとやっぱり血流が良くなる水素を吸われたから、うん、その状況が落ち着いたその場でですね、うん、アルツハイマーもそんなような感じですよね。あとね ALS も似てるんですよ。そういうことが原因じゃないかって言われてたりするんで、あのアルツハイマーの場合は自分の脳の中のゴミが捨てられなくなって、電気信号アミロイドベータです。そうです、アミロイドベータが流れなくて、ね、僕オタクですから電流の流れるのを、ね、邪魔してしまうんですけれども、はい、またパーキンソンはそれとは違うメカニズムで血流が悪くなったことで出やすくなるというふうに言われていて、まあ、あの今までその米峰さん以外にも何名か私どもの事務所に来られてね、そのやっぱりこう歩幅が出づらくなってきちゃう方が多くて、で吸っていただいたら歩幅がしっかり出るようになったとか、こういう方は結構多いんですよね。なのでまあ、あのそういうふうにご相談を受けた時に、まあ、ぜひそういう事例もあるんで吸ってみてくださいっていうことで吸いながら私の話を2時間ぐらい最終的には聞いていただいたんですけども、ちょうど1時間吸ったところでね湯呑みさんがそんなことをおっしゃられて、はい、おーってなったんですよね。その場がね、はい、そんなことがあるんですね。はあ、嘘すっかり少女と言わ、ようやく3週目にしてようやく呼吸が合ってきましたね。本当にまさにね、嘘本当のような本当の話ですけれどもね、まだまだ出てくると思いますね。一旦ちょっとね CM 入りましょうね。頑張るあなたを応援するドクター水素ボトル、体の中から若返るドクター水素ボトルが沖縄に、WOO イースト株式会社、電話番号03-3527-2211。はい、ね、嘘のような本当のはということでね、驚きの話が出ています。皆さんの周りに、あおつらいねご様子だな、なんかこうご病気苦しんでるなって方いらっしゃらないでしょうか、ね、見渡してみましょう ね。ご自身のこともそうなんですけどっていうね部分も含めて、ね、パーキンソン病を抱えていらした、ね、与那嶺秀樹さんとね、はい、雷神、ね、ご活躍の格闘家、庄司さん、それから、ドクター水素ボトルのね販売を手掛けていらっしゃる、北条さんをお迎えしてますけれども、私パーソナリティ土井秀人が続けてお届けしていきます。嘘のような本当のはね、庄司さん、嘘んですよね。まあもう嘘んですよ、本当にすごい、うんうん、難病ね、いろんなねあのケースを北条さんからも伺っているんですけれども、そこまで長年ねやっぱり米峰さんも苦しんでいらしてこう震えていらしたのがその1時間ぐらい、確かに私覚えてます。その進めが後ろの方でって、あの総長さんからすると右の方にいらっしゃいましたね。そうです、確かね、そうですね、はい、うん、でなんか途中でねこう、あちょっとどういうことですかってね、はい、質問されたらびっくりしましたね。はい、それぐらい、もう現代医学ではもう治せないものをに、まあ、効果が適面に出たということですよね。そうですね、まあ、あのね治るっていう言い方はできないんですけど、まあ、ご本人の体感としてそういうことが起こっているということと、それからやっぱり血流が、脳の血流が良くなることっていうのはいろんな意味で自分の体のメカニズムをちゃんと、東洋医学の基本中の基本ですからね、そうですね、
なのでそれが起こったことでその自分のメカニズムの中でそれが解決してきた可能性が高いと思います。うん、はい、ね、そうするとあれですか、今はじゃあ、岩見さん昼間はとりあえずまあ夕方から仕込み的なバーのご準備をされてというので今お勤めはないんですよね。そうですね、うん、はい、水素吸いまくってます。たまに忘れてやってない時もあるんですけど忙しくて。でも単純に僕経験則からも吸えば吸うほど、はい、あのめちゃくちゃ良くなりますよ。もっともっと吸ってください。わかりました、はい、ね、スッポンは養殖してるんですか。はい、やってます。スッポンにも吸わせますか、ね、水素スッポン水素スッポン数が全然少ないんですけど、そうですか、ね、それは絶対行かないかんですね。あの本当ね、ぶっちゃけ、そうしたらスッポン食いついちゃうんですね。なんか興味津々なんですけど、こうね、あのさらに健康にこう輪をかけて元気が加わってくるというふうに僕はスッポンって思うんですけどもね。ね、元気だけじゃなくて美容にもいいっていうことで、そう、コラーゲンですからね。そうですよね。ちなみに50代自分らもそうなんですけど、はい、あのどうですか。いや本当に僕結構ね肌つや良くなったと言われますよ。食べると次の日、うん、あの顔の肌がプルプルするんですよ。これはもう、うん、嘘ではないです、ね、本当の話です。保湿性が上がりますもんね、はい、コラーゲンはね。食べた方はご存知だと思うんですけど、うんうん、結構食べたことがない人は結構沖縄いてですね、うん、そうですか、食べず嫌いですか、うんうん、そっか、僕らちょっとね港区あたりで、あの高級なスポン行くと、はい、あのお札が何枚も出ちゃうようなありますよね。私もね渋谷区の富ヶ谷っていうところで、あの有名なタゴサクさんっていうのがあるんですけど、まあ、さっき言った横綱とか来るとこですけどね、そこにお邪魔したことあるんですが、はい、もう、まあ、いろいろですよ、もういろんいろんなもんがこう構成で出てくるんですけど、まあ美味しいしツルツルプルプルになりますよね。美味しいですよ食べるとね、はい、いただくとね、味ももう鶏肉に似たような。そうそう、鶏肉似てますよね、はい、いやとりあえず何年も食ってないから忘れちゃうし、体熱くなってくるしね。なるほどね、スッポンのお話も今度ね、はい、聞かせていただきたいんですけども、はい、あのスイーツを吸ってもなんかそうなりません。結構あの僕も 長年でもないんですけど、ここ 2,3 年あの久しぶりに会う人が若返ったねって言われるとおっさんなのに嬉しくなるんですけど、こう 肌にもいいし、こう使った水も塗ったり、ね、飲んだりできるってことで、うん、ツルツルしてきますからね。でも化粧水以上にあの浸透して肌めっちゃスベスベします、ね、僕いろんな化粧品いろいろ好きなんで試すんですけど、ダントツで水素水の方があのいい。だから僕水素水塗ってから化粧水塗ってます。なるほど、そのほうが吸収いいと思うんで。化粧品っていうのはあの肌の内側にはもちろん入っちゃいけないものなんで、肌の上に乗せるだけなんですよ。だからお風呂入ったりとかあの手洗ったりしたら落ちちゃうんですけども、水素は肌そのものに影響を与えていくので、なるほど、それで1日2日ツルツルになるんです。そうなんですよ、長いんですよ持続が、はいはい。いやなるほど、いろいろねご意見出てますけども、あの水素でっていうのもあのファイターのあのライジングファイターのね庄司さん、あのお化粧水とかっていうのちょっとねこの CM の後突っ込んでみましょうね。頑張るあなたを応援するドクター水素ボトル、体の中から若返るドクター水素ボトルが沖縄に。 WOO イースト株式会社、電話番号03-3527-2211。はい、皆さんおはようございますね。そのような本当のお時間ね。どうだろうな、寒いね。はい、お届けしてますのはパーソナリティ土井秀人と、ね、ゲストの皆さんお迎えしてるんですけども、はい、ね、ラジンファイターね、庄司さんお化粧水と言いますか、やっぱりその水槽でね、あの肌質が良くなるっていうの確かにねありますよね。はい、いやめちゃくちゃあります。すっぽんの与那峰さんも良くなってきてますっていう感じですかね。55歳。はい、55歳。そうですか、いいですね。はい、さん、まあちょっとね水素のお話また少しだけ戻るんですけど、はい、
その体感的にね、それこそ、はい、うんうん、やっぱりちょっとね、休むとなんですけども、はい、まあ、一応吸い続けていると実際こう動いてます、手はこう軽くなったような感じします？あ、体はだいぶ軽くなって、うん、そのまま寝てしまうケースの方が多いですね、うん、はい、おお、寝てしまう、寝てしまう、なんでしょうね、自律神経、副交感神経が、うん、自律神経が整うんで、水素吸うとですね、水素吸うとめちゃめちゃ眠くなりますね、うん、そうですね、疲れてる時なんか余計、はい、そうですね、で逆に面白いのは、あの車の運転とかパソコンいじる時は交感神経ちゃんと前出ろって言って脳が命令した通りにきっちり前に出るんで眠くならないんですよ、はあ、はい、僕そのれかな、なんかね、あれなんですよ、夜の睡眠深くなったのも自分で感じるんですけど、うん、あのトイレに起きる回数がちょっと減ったみたいな、うん、おっさんっぽいとかおっさんの話恐縮ですけど、あの早いんですよ夜寝るのは、うん、眠くなっちゃう本当に、うんうん、僕寝る前に必ず吸ってます、あ一緒、うん、だ寝つきめちゃくちゃいいし、寝起きも起きる30分前にアラームセットして、うん、あの吸ってから起きると寝起きがすごいスムーズに布団から出れるんですよ。なるほどね、いいですね。一緒です。僕も枕元に置いてるんで、あの目が覚めたなーって息子と寝てるんですけど、ジジジってなるじゃないですか、目覚ましが。で僕急にあそこでね、すぐこうやって入れてます。一緒です、一緒です。いや素晴らしいです。米内さんもぜひそれぐらいの、はい、頻度で、ね、自分の時間をなるべく作って数時間を稼げるようにして、やっぱりね、私たちこうしてねゲストの今回もね米内さんねバー2022オープンされましたけども、やっぱり今後のご活躍もね体あってのことだなと思うと、すごい楽しみでもありね、ちょっとこうあいい方に向かったなっていうお話が聞けるとやっぱ正直嬉しい、はいね、僕は何したわけでもなくて、うん、恐縮ですけど、うん、自分もやっぱりすっごい具悪かった時に良くなったので嬉しいなと思います、ね、はい、ラジオ聞きの皆さんいかがでしょう、ね、ちょっとなんか腰が痛くてよとか、ね、なんか病院通っててさっと薬もいっぱい、ね、十何種類という方もいらっしゃるぐらい、あ私もと思う方、ドキッとした方、ね、ぜひ、ね、説明会っていうの、ね、情報キャッチしてくださいね、うん、やってますから、こちら、ね、問い合わせいただいても結構です、はい、ぜひぜひ、ね、説明っていうよりも体験かな、体験が一番いいと思う、うん、自分で感じて実感することが一番で、ね、そこで何も感じなかったらいいと思うんですよ、うんうんうん、ぜひ感じてほしいですね、そうですね、確かにね、説明聞いてたりね噂を聞いててもあーってね、ちょっと一言っぽいんですけど、もう何のね、さっきね翔さんの説明質問していただいてた米内さん何のね知識もなくブラッとね、そうですね、って来てみたらそのまで変わっちゃったわけですからね、そうそう、説明だけ聞くんかと思ったら実際その日に体験できるって知らずに行ったんですよで、たまたま体験して震えが止まったっていうのはもう本当の事実です、はい、よかったですね、はい、よかったです、ありがとうございます、ね、このラジオ の放送も体験放送にしたいぐらいの、ね、気分になってきた次第なんですが、ね、そろそろ今週も、ね、時間いっぱいまで、ね、いろいろおしゃべりしていただいて、ね、ありがとうございます、嘘のような本当の皆さんの中にも何かしらあると思います、ね、何より皆さんお体大事に、ね、健康ご長寿、これからの時代、ね、ちょっと気になったらドクター水素ボトル、うん、これは素敵なものだと思います、ぜひぜひよろしくお願いしますね、はい、今週も、ゲストにね、バー2022のオーナー与那嶺秀樹さんと、ね、ライジンファイターの庄司さん、それからドクター水素ボトルの大島正弘さんをお迎えしてお届けしました、皆さん今日ね、今週もどうもありがとうございました、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 はい